あなた、高評価、コメントもよろしくね。どうも皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は11月7日です。はい、あいにくの天気で今ちょっとね、晴れね、雨のね、この間に撮ってるんですよ。朝だいたい7時くらい。今日はね、もう本当に大荒れになるみたいで、ネギも掘れないかなーっていう気してるんで、ちょっとね、こちらほうれん草の方を今からね、見ていきたいなというふうに思います。先日、発種して、さてどうなったのかってことですよね。いや、ここね、この3棟にほうれん草を入れてるんですよね。で、ネギやったハウスです。で、この後に入れてるんですよ。うん。で、ネギここで作ってて9年、8年くらいかな、やってて、やっぱりね、この肥料が溜まってて、で、数字がね、すごくね、悪い補助だったんですよ。うん。で、硝酸態窒素がすげえ溜まってて、で、そのせいで、EC 値、pH 値、おかしくなってたんですよね。で、pH 値がやっぱり低く出てきて、うん。で、塩基濃度もですね、やっぱり、ずっと作ってきてるから高くて、うん、そんな形でした。で、去年、一昨年あたりからなんですけれども、ですね、ちょっと、土の方がもうやばいぞっていう形で、まあ、地元の、ね、種屋さんの方と、まあ、資材屋さんの方ですよね、といろいろこう相談しながらやってきて、もう一回ちょっと無施肥でずっと行こうという形で、この 2,3 年かな、2年くらいかやってきましたね、うん、今年3年目、うん、で、そうしてやっていくうちにやっと数字の方が戻ってきたかなっていうね、正常な数値に今なってきました。うん、前の動画でもお伝えしてきたんですけども、pH 値も 6.5 くらいで、硝酸態窒素も3とか4とか溜まってなくて、EC 値の方も適正範囲内。うん。まあもちろんね、その、駆動石灰とか、それから、まあ、仮、リン。このあたりやっぱり高い数字ありますんで、このあたりはね、まあ作っていくうちに、吸わせるような、そんな微生物でこう吸わせていくような施策で、もうよりね、作っていくような形かなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、窒素の値であったり、pH 値、EC 値、このあたりが、しっかりと改善されてきた、うん、っていう形で、まあ、去年まではね、やっぱりその、発芽しても肥料焼けっていうか、うん、まあ、芽が出てもちょっとやっぱりね、そこで死んでしまうっていうかね、枯れてしまうっていう状況でした。うん、今年は果たしてどうなんでしょうという形で、芽が出揃ってきましたので、こちらの方ですね、お見せしていきたいなというふうに思います。それではどうぞ本日もよろしくお願いいたします。やっていってみましょう。はい、ではまずこっちのハウスから見ていきましょうか。こんな形です。いやー、揃ったね、揃った。うん、あと去年さ、穴開いてたんだよ、この辺りとか、いろいろ、本当に。ちょっと奥の方見えるかな。うん。ちょっとまあ、水があるところ、ないところの関係で、ちょっと見づらくなってる部分もあると思うんだけども。うん。やっぱちょっと水のかかりが、やっぱりあれだね。ちょっと、あれだな、この、ちょうど真ん中辺り見ると、かかってないのかな、あの辺り。うん。一回やっぱちょっとネットかけなきゃダメかな、この辺り。かけて、やっぱりちゃんとかかるようにしないと。この辺りもね、やっぱちょっとまばらかな。うん。やっぱ散水ホース、ちょっと、もうちょっと、炭酸水、ちょっと、やんなきゃいけねえね。この辺り課題だな。はい。まあ、どっちにしろ、ちょっと、すごくね、今、いや、これ嬉しいな。うん。いや、このね、やっぱりね、pH 値と EC 値が、正常なこの数字に戻ると、全然違うもんだね。ちょっと次のハウス行ってみましょうか。うん。いや、すごいな、ガチャガチャだな。今ね、ちょうど、雨降った晴れ間なんで。うん。はい、ここ開けまーす。行こう。よいしょ。はい、こちらも、おいいね、揃ってるじゃない。いやー、数字改善して、こう、発芽も改善して。で、去年とかは出てて、こっからやっぱり枯れたりとかもしたんですよ。うん。多分この感じ見てると、もう展開葉っぱしてきてるから問題なさそうな気もするよね。うん。ほらつってたあれだけど。うん。いや、いいね、ほうれん草。出た。よし、もう一個のハウス見に行ってみよう。よいしょ。
うわここもほら出た出た嬉しいね。この辺りちょっとあれかな、水かかってないから出てないのかな。いいねいいね、揃ったね。出た出た出た、ペーハー値と EC 値揃ったら出ました。この辺りがちょっとまばらかなっていう気はするけどね、どうしてもこのハウスの端の方来るとこうなりがちかなって気はするんだけど、いいんじゃないでしょうか。はい、これこんな感じということで、皆様方にお伝えしてきた通りのほうれん草の芽の出方揃い方だったんですよ。いや揃ったね。これやっぱそうやっぱ数字ってすごくね、出てくるもんなんだねっていうのがね、もう今年本当に思いましたねこれ。まあだから長ネギ作ってる時も皆様方にちょっとねお見せしてきたじゃないですか。長ネギ作ってもやっぱこうなるんですよ列で。本当にね、なってきてて、それでやっぱりねちょっと収量がやっぱ偏ってたりとかしてたんですよね。今年この3棟ね一旦あるんですけども、一旦で980箱ぐらいかな、だったと思うんですけども、まあ来年この一旦で1200ぐらい、6トンぐらいちょっと狙っていけれるような、そんな感じかな、やってて思ったのは。ちょっと来年はね本数減らしてネギの方は作っていきます。全部機械で取れるようにね、両端の方、今まで6列だったのを5列にして機械で掘れるような形でちょっと体を楽にして掘ろうかなという形で今思っております。いやーね、長ネギの方がちょっとよく育つんじゃないかということで今からちょっと期待大っていう形ですね。まあ、もちろんほうれん草がねすごくよくこれ芽出て揃ってきてるんで、いい多分ほうれん草これ、収量も上がってくるだろうなっていう気はしております。はい、で、まあ、栽培時に使った資材は皆様方の方にお伝えしてきました。まあ、極み肥料と超微生物の肥料でやってきたんですけども、使った薬ですよね。破種する時に、これ、ね、クリーンシーターでやったんだけども、その前にフォースですね。まあ、虫なんてほとんどもう出てこないかなというふうに思うんですけども、まあ、なんか、やっぱ保険みたいな形で、フォースの方をやって虫除けの薬を、かけておきました。フォース流剤ね。で、芽が出た直後ですよね。芽が揃ってきた直後に、除草剤です。アージランっていうね、除草剤を使いました。これで、撒いておけば、まあ、草の、生えてきても、まあ、そんなにこう、生い茂ないっていうか、まあ、ハウスの中で栽培するんで、やっぱハウスの中のその草は生えるんですけども、除草剤をさえてアージランかけておくことによって、まあ、草に負けないような形でこう揃って出すことができるっていうかね、生育することができるっていう形です。アージラン、まあ、ほうれん草だとやっぱアージランなのかね、皆さんね、どうなんだろう。俺アージランしか使ってないから、ほうれん草の時はね、はい、また他にいい除草剤こっちの方がいいよっていうのがあったらちょっと教えてほしいですし、フォースじゃなくてもこっちでいいよ、ダイアジノンであったりだとか、ダントツとかいろいろこうあるじゃないですか、アルバリンとか、いろいろあるんで、そのあたりでなんかいいのあったらまた教えてほしいなと思います。フォースね、なんだかんだ言って高いから、まあいい薬なんだけどね、大根でも使うしネギでも使うしね、いい薬なんだけどね、まあそういう形で保険で使っております。はい、ここまで来てどういった形でこのほうれん草が出てくるのか、すごく楽しみなんですけども、まあ一旦でそうですね、まあ、50万くらい取れればほうれん草の方は御の字かなっていう気はしてますけどもね。まあ大体例年そんなもんなんで、はい、収量上がればもうちょっといけるんじゃないかなっていう気はするんですけども、今葉物値段どうなんですかね、ちょっと下がってきた感じ。まあ長ネギも値段の方ね、まあまだちょっと高値傾向ではあるんだけども、落ち着いてきた感じはありますね。なので、まあ今後ちょっとどうなっていくか分かりませんけれども、しっかりとしたものをね、皆様方にお届けできるように頑張っていきたいなというふうに思います。まあ何せね、ほうれん草もそうなんだけども、来年のネギがすごく楽しみになってきた、これでね。はい、まあやっぱ微生物の力ってすげえんだなっていうふうに思いましたね。今年しっかりと微生物働かせて、でまあ極み肥料しか使ってないんでね、他のあと資材入れてないんですよ。クドもしっかり入ってるし、他のこうものといえば炭水化物ぐらいなんですよね。あまりにも暑い日であったりだとか、炭水化物入れてあげれると直接ね、その体作る炭水化物与えることができるから、そういったものはやってきたけども、あとはもう本当に極み肥料と超微生物だけで作ってきた長ネギの補助だったんで、その後にこう作ってまた微生物と極み肥料で入れてったから、
まあ、あのこう揃ってきたんで、やっぱりね、清水さんのこの、あの資材やっぱ考えられてるんだろうなっていうふうに思いましたね。うん、ヒューミックシエールでコーティングしたあの超微生物っていうのかな、うん、ミネラルたっぷりだし、あの微生物たっぷりだしそこであの超微生物の餌として極み肥料を入れていくっていうのはね、これもや、うん、すごくいいなっていうふうにね、あの今年1年本当に感じた。なんで皆様方にもおすすめできる、うん、あの有機肥料っていうか、あの清水さんのところの肥料は有機ジャス対応、うん、の肥料なので、あの有機栽培の方でも使える、うん、まあ、あの除草剤であったりだとか、それから、フォースであったりだとか、そういった、ね、あの農薬使っちゃうと有機肥料、あの有機栽培としては出せないんだけれども、まあ、有機肥料でね、あの作りたいよ、ほうれん草を作りたいよっていう人にはすごくね、あの超微生物と有機ジャス対応の、あの極み肥料っていうのはおすすめできるかなという気はしております。でこの後はもう、あとは特に何もせず収穫まで待っていく。まあ水切れたら水足すくらいだけども、そう切れることもないからね、もうこれ寒くなってくるとね、うん、まあそんな形で、今後もあのどういう風になっていくのかっていうのはね、また逐一ね、あの次は収穫直前くらいかなでお見せできればいいかなという風に思っております。でこれね、取り終わったらまた今度ね、ネギの方やっていく形になりますんで、そちらの方も、ご期待いただければいいかなという風に思います。ね、ほうれん草揃った、よかったよ、一安心だよという形でございます。はい、まあ、ほうれん草の種まきから端からなんだかっていろいろ動画出てると思うんですけども、特に難しくはないんですよ。あのpH値と EC 値さえしっかりと揃っていれば、pH は 6.5 から7で、 EC 値も適正範囲内に収まっていれば、まず間違いなく発芽するし、発芽した後も揃うっていうのがね、分かりました今回、うん、なので細かい設定いらないんで、そんなに難しくないから、あのほうれん草っていうのはね、うん、まああの数字っていうか畑ができてないと難しいけどね、畑がそうやって数字ね、できていれれば全然問題ない、作物かなというふうに思っております。私もね、非常にこう育てやすいあの野菜なのかなというふうに思っております。はい、またねこの後の動画に関しましては、逐一ほうれん草の方は見せていきたいなというふうに思いますんで、ご期待いただきたいというふうに思います。はい、私インスタグラムとツイッターやっておりますんで、よろしければそちらの方のフォローもぜひお願いいたします。それから皆様方、いつも本当にご視聴、コメント、高評価、低評価、本当にありがとうございます。励みになっております。またこの動画が良かったよ、楽しかったよ、また見たいよというふうにね、思っていてくださる方いらっしゃいましたら、ぜひねグッドボタン、それからチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつも皆様方本当にご視聴ありがとうございます。バイバイ、したっけね、ご視聴ありがとうございました。